自分に合った体力のものがある、自分に合った技のものがある、自分に合った能力のものを伸ばしていく、そういったことが沖縄の空手国道にあると思うんですね。よくとで皆さんここに魅了する自然体の武道を学ぶ。例えば精神の安定、それから、ね、恐怖感のない安定さ、そういったものを突き詰めていくというのを